本日は毒クラゲのレイドに挑んじゃいます。毒クラゲもまた誰得レイドな感じありますね。可愛くないし、バトルに使えるわけでもない。使えたらごめん。一応記録として動画で残しておきたい気持ちがあります。月日が経ってあの時こんなレイドあったよねみたいな。というわけで毒クラゲなわけです。まあどれぐらいの強さなのか興味もあります。自動選択はこんな感じ。毒クラゲは水タイプなので草タイプのナッシーを選んでみました。戦闘開始。効果は今一つだと。草タイプやぞ。ダメだ、一旦退却。何かがおかしい。素直に自動選択のポケモンを使うことにしました。仕切り直しで再び戦闘開始。今度は大丈夫だろうか。こちらは効果抜群だ。毒クラゲは水タイプと毒タイプを持つポケモン。毒タイプがあるので草タイプが効かないということで良いんですかね。今まで2タイプあると弱点も増えるのかと思ってましたが、2つタイプを持っていた方が有利になるということなのでしょうか。地面タイプの技は効果抜群です。ドボドボって毒クラゲのヘドロベールは結構エグい技だな。微妙にスプラトゥーンな感じもある。強引か。このヘドロベールで一気に差がついた。地面技にブーストがかかっていたらどっこいどっこいかな。ドボ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 、サイドンやられてしまいました。最近活躍の場がないゴローニャさん登場。これで決まりかな。ゴローニャさん黙々と攻撃を続けます。攻撃職人といった感じだ。どんな職人だ。ゴローニャさんのゲージが黄色になってしまった。ヘドロウェーブが結構効く。勝利です。あっさり勝てるかと思ったけどそうでもなかった。毒クラゲやりよる。レベル2だから報酬はこんなものか。ボールは最高の14個。ゲットチャレンジタイム。とりあえずパイルのみでも投げておこう。もしかしたら毒クラゲの活躍する時が来るかもしれない。毒クラゲのくせに生意気な。そこだ。よーし、毒クラゲゲットだぜ。評価を見てみる。ダメだ。また一つレイドコレクションが増えたぜ。毒汁ブシャー、毒汁ブシャー、もう一回毒汁ブシャー。嫌な汁だな。